遅いです、ほのか。みんな準備を始めてますよ。ごめんごめん。お父さんとお母さんに今日のことを話したら、差し入れにこれを持っていけって。はい。うわー、かわいい。これってお菓子なの？そうだよ。もうすぐハロウィンだから、新しいお菓子の試作品なんだって。後で休憩の時にみんなで食べよう。やったー。やっぱりハロウィンはお菓子があってこそにゃ。だよねー。あ、ココロちゃんたちも一緒にどうかな。なんか至れり尽くせりで申し訳ないわね。気にしないで。そのつもりでたくさん持ってきたんだから。そうならよかったわ。ほのかも来たことだし、これで全員揃ったのかしら。そういえばのぞみちゃんだけ姿が見えないね。どこにいるんだろう。ごめんなさい、言い忘れてたわ。のぞみからさっき連絡があって、神社のお手伝いを頼まれて少し来るのが遅くなるんだって。じゃあのぞみは遅刻？まったく、ニコが無理して参加したって言うのに。これじゃ意味がないじゃないの。まあまあ、そう怒らないで。この場所を手配してくれたのはそののぞみなんだから。え、そうなの？神社の神主さんからの紹介らしいわよ。たまたま予定が入ってなかったから、自由に使って構わないってね。綺麗よね、ここ。紅葉が綺麗だし、見てるだけで癒される感じだわ。そうだね。ところでニコちゃん、ココロちゃんたちはこのお屋敷の中？ええ、今着替えてるところよ。でも、よかったな、小鳥。あの子たちのためにハロウィンの衣装を新調してあげるなんて。大丈夫だよ。今回のライブ衣装で余った布を使ったり、着なくなったお洋服をアレンジしたりして簡単に作ったものだから。それでもあんな服を着るのは初めてみたいだから、大はしゃぎしてるわ。そのありがとね。どういたしまして。じゃあ全体での撮影はのぞみが来るまで後回しにするとして、個別の映像を撮る場所を決めましょう。了解。ちなみにリンはあっちの庭で撮ってほしいにゃ。あ、私も一緒がいいな。紅葉と芝生がすごく素敵な感じだし。私はあの縁側あたりがいいです。ほのかはどうしますか？どこがいいかな。あんまり歩き回ると迷っちゃいそうだし、撮影スポットはいろいろあるみたいだから、じっくり選んでいきましょう。ニコは…なんだ、のぞみじゃない。遅くなるって言ってたけど、もう用事は終わったの？ちょっとどこに行くのよ、のぞみ。あれ、いない。さっきここの角を曲がったと思ったのに。お、どうしたの、ニコちゃん。いや、その、ここにのぞみがいたはずなんだけど。え？でも、のぞみちゃん、まだお手伝いが終わらないから、ここに来るのは夕方頃になるって、さっきメールが入ってたよ。あ、ほんとだ。ごめん、もう少し遅れるかも、か。けど、だったらさっき見たのぞみは何だったの？もしかしたら、のぞみちゃんの姿をした幽霊だったりして。冗談でも不謹慎ですよ、ほのか。ご厚意で貸していただいている場所を心霊スポット呼ばわりだなんて。ただまだ日暮れまで時間があるけど、薄暗くなったらなんだか出そうな感じはするわね。まさかどう思う、りんちゃん。幽霊なんてさすがに季節外れにゃ。はいはい、そのくらいで。時間も限られていることだし、早く撮影を始めましょう。それとココロちゃんたちの相手は交代でね。最初はマキだったかしら。ええ、任せてちょうだい。本当に
2個の見間違いだ。